福岡県では、昨日も新型コロナウイルスの感染者が3000人を超え、最新の病床使用率が30%を上回っていることなども受け、福岡県は昨日独自の福岡オミクロン警報を発動しました。福岡県によりますと、昨日の新規感染者の内訳は福岡市で1246人、北九州市で532人などでした。 1> 1日当たりの新規感染者数が7日連続で前の週の同じ曜日を上回ったほか80代の男性1人が亡くなりました最新の病床使用率が30%を上回っていることなどを受け福岡県は昨日独自の福岡オミクロン警報を発動しました県民や事業者への行動制限の要請はありませんが マスクの着用や手指消毒など基本的な感染防止策の徹底を呼びかけています。